日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は「牛肉」について「みなさんこんにちは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 」 今日も始まりました日本語コンテッペイの時間よろしくお願いします。何話そう何について話そう今日は何について話そう今日は何について話そうかなどうしようかな今日のトピックは何にしようかなそうだそうだそうだ牛肉について話そう。 牛肉好きですか僕はまあ好きですよ。ベジタリアンの方ごめんなさい。今日はスキップしても大丈夫ですよ。はい、皆さんこんにちは。日本コンテッペンの時間ですね。え,ー、<laughs> えーと、元気ですか皆さん元気ですか僕は元気ですよ。元気いっぱい。ね、元気いっぱいの。 てっぺくんです <laughs> 自分で言うのもあれですよ。てっぺくんです。てっぺちゃんです。てっぺちゃんって言われたことはないですね。てっぺくんは結構言われます。えー、僕より年下の、あ年じゃ、年上の人からよく言われますね。年上の人。えー、年上の友達。僕より年上の友達。ね、僕は今38歳ですから、それよりも年上。 この日本ではではすね、年下年上これをすごくね、えー、まあこれがすごい大事なんですよね。誰が年上か誰が年下か。そして言葉の使い方が変わります。日本語の話し方が少し変わります。まあこれは文化ですから仕方がない。ね、皆さんが年なんて関係ない、ね、年上だろうが年下だろうが、ね、その言葉を変えたくない。 まあそういう人がいてもいいですけど、まあ、日本ではね普通言葉遣いを変えます。で僕は別にそれは悪いこととは思ってないですね全然悪いこととは思ってないです。文化ですから言葉ですからねそれはニュートラルなものです。えー、年上の人僕より年上の人は、えー、僕のことをね結構「てっぺくん」とかね「てっぺくん元気?」とかねそういうふうに言います。で 年年下下のの人、僕より年下の友達はてっいさんって言いますねさん、少しこうまあフォーマルなちょっとリスペクトのある言い方ですね鉄平さんでもねこれミスター哲平とは違うんですよねミスター立川とは全然違いますミスターこんなにね強くないもう少しまあカジュアルだけどまあ一応リスペクトをしている言い方が鉄平さんですねであのー 哲平、まあ、先生というプロフィールの名前にしてますね。Facebook と。あ、Facebook はしてないか。あの、でも、愛刀器のプロフィールとか、哲、え、平、ー、先生にしてます。ですから、なので、生徒さんは僕のことをね、哲平先生元気ですかというふうに言うことが多いんですけど、あの、まあ、 日本語を教えてる時だけはね先生になってますけどね <laughs> あの普通は別に鉄平さんで大丈夫ですから普通というか、まあ、のレ,ッスンのなレッスンの間でも鉄平さんでも大丈夫ですでもこれは皆さんがもし年上だ僕より年上だとしても鉄平君はねちょっとレッスンの間はちょっと変かな <laughs> なぜかというとちょっとねやっぱりうん まあそこはね、少しあの、距離、距離ですよね、距離。その、リレーションシップの、ちょっと、ちょっとね、こう、フォーマルじゃないけど、まあ、ちょっとね、哲平くんはインフォーマルすぎますよね。僕も皆さんのことを、さんで呼びますからね、さんで。ね、例えば、アレックスさん、元気ですかね、アレックスくんは言わないですね。もし、あの、生徒がすごく若い場合、 本当に若い。例えば16歳とかね17歳それぐらいだとなんとかくんって言うかもしれないうんでも普通は3ですよねうんやっぱり少しこうリスペクトを込めて3をつけますはい哲平くん元気ですよ哲平 <laughs> ちゃん哲平哲平ちゃん哲平ちゃんはあんまり聞かないな松本くんだけですね松本くんは僕のことを哲平ちゃんって言いますね なぜかというと多分ね松本君大阪出身だから大阪の人は結構ちゃんが多いかなちゃんが多いかもしれないですねうんちゃんを使う使うことが多いと思います大阪とか京都とかよく聞きます大阪の人がな,なんとかちゃんみたいなうん僕はさんとかねえー、くんちゃんはねほとんど使わないなもううん女の 女性の友達でも「三ですね僕は「三をつけますね何々さん例えば「佐藤さん元気ですか?ね」「田中さん元気ですか?」「鈴木さん元気ですか?」女性でね「鈴木ちゃん」「田中ちゃん」とかあんまり使わないなちょっとちゃんはね子供っぽいですからね子供こそうですねはい何の話をしているんでしょうか今日はね牛肉についてですよね牛肉ね牛肉牛肉 牛ですね。もう、ね、牛肉。好きですか皆さん牛肉は、えー。ベジタリアンの方は別に、あのー、まあ聞いてもいいですけどね聞いてもいいですけどなんか肉の話なんか聞きたくないっていう人はあのー、ちょっとスキップしてもらっても大丈夫です。まあでもねベジタリアンといえどもあの肉の話も嫌だっていうのはちょっとねそれはちょっとタブーしすぎじゃないかなと思いますね。 あのベジタリアンでも肉の話をしてもいいと思いますよ<お>、うん、僕はそう思いろいろなね何て言うかないろいろな考え方はありますよねでもあの会話話意見はニュートラルに捉えることが大事ですね例えば僕はキリスト教徒だから仏教の話は聞きたくないとかねイスラム教の話は聞きたくないっていうのはちょっと変ですよね 僕は仏教徒ですけどイスラム教のことも知りたいしユダヤ教のことも知りたいしキリスト教のことも知りたいしね話したいし、ね、そういうまあまああのそこはオープンマインドに行きましょうね <laughs> ということで、えー、牛肉の話をしますね牛肉の話僕はね牛肉好きなんですけど普通はあまり食べないあまり食べないです一番食べるのは多分鶏肉やっぱり まあ魚を一番食べます。僕は魚が好き。だし、魚を食べると、あの、なんかこう、体の調子がいいですね。で、肉を食べるとね、ちょっとヘビーに感じることが多いので、あの、鶏肉、そして豚肉も食べますね。はい。そして、牛肉が一番多分食べない。だけど、えー、っと、まあ、日本に戻ってきてね、少し食べるんですよね、たまに牛肉を。 なぜかというと、美味しい。<laughs> 美味しいから。で、スペインに行った時は牛肉が本当に美味しくなかった。あれ何なんですかまあも、もちろんね、僕が安い牛肉を食べていたからかもしれない。まあ、でもそう思って高い牛肉も食べました。例えばレストランに行って、結構ね、結構あのちゃんとしたレストラン。結構高いレストランでステーキを頼んだこともあります。だけどね、 美味しくない美味しくないというのがどういうことかというと硬いでなんかねなんていうかな硬い硬いだけじゃなくてあの噛み切れない <laughs> あのライオンでもないと多分噛み切れないような,なんかこうグニャグニャしてるんですよね肉がグニャグニャんかこう脂肪としかもね脂肪なんかね臭い これ失礼な言い方ですけどスペインでね牛肉を作っている牛肉農家、ね、の人にはちょっと失礼ですけど美味しくないです本当に美味しい牛肉は僕はスペインでは1もう一回も食べなかったですね一度も食べなかった全て少し美味しくないうんで日本に戻ってきて食べた肉ですねま,まず和牛です和牛はねやっぱ美味しいですよ柔らかくて ね、ただね和牛はちょっと油が多いですね油が多いからちょっとヘビーなこともあるうんそしてねにでも日本のそのまあ和牛だけじゃなくてえー、昨日ですね昨日あのオーストラリアビーフを買いましたオージービーフ、ね、日本だとねオージービーフって言いますオーストラリアビーフのことをねオージービーフオージーですよ、ね、そうジーの肉ですよ、ね、を買いました でねそれがね思ったより美味しかったでどう美味しかったといえばあの和牛より脂が少ないですねもちろん赤い赤い肉ですだけど特にねそこの,あのスーパーのオージービーフはあの薄くスライスされてたんですよねでステーキ僕はステーキは好きだけどちょっとねやっぱり肉肉大きい肉はあまり好きじゃない だからスライスされてすごく薄く本当にあのスペインのハモンみたいに薄くスライスされた牛肉をねえちょっとフライパンで軽く焼いて軽くというのはあのもう本当にミディアムレアぐらいで焼いてそしてミディアムレアじゃないなまあミディアムですねレアじゃないですねあの僕あんまり赤い肉は好きじゃないんでちゃんと焼いてそして野菜もねしっかり焼いて野菜と。 牛肉とご飯で食べたんですよね昨日の夜そしたらねすごい美味しかった美味しかったですなのでこれはね日本だけじゃなくてあの多分ねスペインの肉も薄く切れば美味しいんだと思うんですけどどうですか皆さん薄い肉がないですよねヨーロッパにはあまりあのハムはねハモはあるけど普通の肉は結構厚いですよね えー、アメリカはどうなのかなでも日本で肉を買うと薄いです薄くカットされてます、えー、だから何て言うかなすごく料理がしやすいしあと食べやすい、うんね、また僕は日本がいいというわけ言ってるわけじゃなくてあのその本当にね肉が大好きな人あの熱い肉ね熱いっていうのはそのスイックなね ステーキが好きな人はやっぱりヨーロッパやアメリカとかねオーストラリアとかに行くと大きい肉のステーキをねジャンボステーキが食べられるから嬉しいかもしれないでも僕みたいに肉は好きだけどまあ 100g ぐらいで十分ね 100g で十分ですよなんかこう 300g とかあるともう気持ち悪くなりますねだから 100g ぐらいの肉をあのたくさんの野菜と ね、そしてご飯と一緒に食べたいそういう人にはやっぱりこう日本みたいに薄くね薄くカットした肉がねスーパーに売ってあるとそっちの方があの料理がしやすい。あとは鶏肉もそうですけど豚肉もそうですけどやっぱりねカットされてるのが嬉しいですね。であのスペインに行った時は肉を買って。 まあ、もちろんカット小さくカットされてる肉もあるけどあの結構大きいままの肉が多くて自分でカットしてたんですよねだから家に帰ってスーパーからね家に帰ってその例えば鶏肉をねあのフラあのまな板まな板っていうのはカッティングボードですねまな板に置いて包丁でね包丁はナイフですね包丁でこう切ってたんですよ。で日本に帰ってきてき あの包丁でね包丁ねナイフですね包丁でそのカッティングボードの上でまな板の上で肉を切った経験がないなぜかというともう最初から初めからねスーパーで売ってる時からもう肉があのスライスされてたり例えば鶏肉だったら小さくもうカットされてるんですよね。 カットされている <laughs>。カットされてるってね。言いますよね。言います、言います。カットされてる。カットされてるんですよ、すでに。なので、包丁で、ね、自分で切る必要がない。これはね、僕は嬉しい。<laughs> なぜかというと、あんまり好きじゃないんですよね、肉を切る。これ、あの、なんかこう、嫌じゃないですかね、肉を包丁で切る。なんとなく。ね、僕、ベジタリアンじゃないですよ。ベジタリアンじゃないけど、なんとなくね、 あんまり好きじゃない。肉をあの、ねあの、包丁で切るのあんまり好き。そしてちょっとなんか匂いが残りますよね。まな板の上にね。だからそこに、また、何ソープをのせる、まあ。めんどくさい。というわけで <laughs>、というわけで、牛肉。最近ね、ちょっと食べてます。牛肉食べるとやっぱ元気になりますね。たくさんはダメですよ。たくさんは良くないでも。でも やっぱり少し肉を食べると、ね、元気になると思いますなので今日も多分に牛肉を食べますね昨日僕は 200g の牛肉を買って昨日 100g 食べたんで今日残り 100g をランチに食べようかなと思います皆さんは今日何を食べますか牛肉ですか美味しいですよそれではまたバイ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 